17日に行われた自民党茂木幹事長の記者会見で、木原防衛大臣が衆議院補欠選挙の応援演説で、自民党候補を支持することが自衛隊に報いることになるという趣旨の発言をした問題についての質問がありました。この会見には、防衛大臣時代に同じ問題を指摘された稲田朋美幹事長代理が同席していましたが、何とも言えない表情で質疑を聞く姿にご注目ください。朝日新聞の藤原です。衆院長崎4区の補選に絡んでなんですけれども、先日、木原防衛大臣がですね、現地に入られて、応援演説の中で、自民党候補について、しっかり応援いただくことが、自衛隊並びにそのご家族のご苦労に報いることになるというふうに述べました。大臣ご本人は発言撤回されましたけれども、自衛隊の政治利用とも受け取られない発言だとして、野党からは罷免を求める声が上がっています。幹事長、この大臣の発言についてのご見解をお伺いいたします。まずご指摘の発言については、撤回をされたわけであります、速やかに、自衛隊が政治的に中立であることは当然だと考えております、岸田大臣、大臣に就任して、1ヶ月余りでありますけれど、この1ヶ月間いい仕事をしているというのを考えておりまして、職員からの信頼も厚い、厳しさを増す、安全保障環境の下でさらに、職責に、全力で取り組んでほしいと思っております。選挙演説をめぐっては、2017年に当時の稲田朋美防衛大臣が自衛隊としてお願いという応援演説を行ったことが問題視され、これが自衛隊日報問題と重なって1ヶ月後には辞任をしています。このことがあったことから、稲田氏は幹事長の隣でどんな表情をしていいのか困惑をしていたのでしょう。木原大臣の演説については、さすがに保守層からも擁護の声は聞こえてこず、野党も秋の臨時国会で追及する構えを見せています。一方で党内からは、防衛大臣の経験がある石破茂氏が、ふさわしいものではない、自衛隊の政治利用に注意をと苦言を呈しながらも、大臣が発言をすでに撤回していることから、それはそれで良しとせねばならんと更迭を求めず幕引きとする発言も出てきています。自衛隊という性質上から本来ならば一発で更迭もあり得る問題で、野党の追及次第では臨時国会が大荒れになることも予想されます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。